県内の私立高校では今日合格発表が行われました、はい、ただ今年は新型コロナ対策として学校内の掲示板は設置せず静かな発表を迎えた学校もありました。静岡市葵区の静岡学園高校です。例年ですと多くの受験生でにぎわう校舎ですが、今年は受験生の姿は一人も見当たりません。今日は県内の39の私立高校で合格発表が行われました。しかし例年ですとこのバスのちょうど真後ろに大きな掲示板を設置して、で受験生がもうこの前で発表を待ってると、もう隙間がないほどの、まあ、受験生が殺到しますのでね、やはり安全性を一番優先しました。静岡学園では毎年合格発表の日には多くの受験生が訪れ、自分の番号を見つけた受験生たちは抱き合って喜んだり記念写真を撮ったりしていました。しかし今年は新型コロナウイルスの感染防止対策として密を避けるために静岡学園高校では初めてウェブのみでの発表となりました。例年ですとやはりこの時期に発表をして歓声とか上がるじゃないですか。でそれで、あ、もうこれまた新しい新入生、新しい年度が始まるんだなと、私たちもね、あの励みになったり節目になったんですけどもね、まあ、そういった意味では少し寂しい感じはしますね。静岡学園高校では今年1310人が合格となりました。職員たちはウェブ上でのトラブルが起きないように念入りにチェックを重ねたといいます。4月から新しい高校生活に希望を持って入学をお待ちしております。コロナ禍で例年とは違った形となった高校入試、公立高校の入学試験は来月3日と4日に行われ、合格発表は来月12日です。